続きましては R35GTR ですね。2017年モデルの GTR をカスタムしてるんですけども、まずはフロントリップスポイラーですね。カーボン製で、純正の17年モデルはここからここまでしかフロントのリップスポイラーが出てないんですけど、まあ、この分出してカーボン製にすることで、まあ、空力とですね、あのデザインを両立させるようなエアローパーツになってます。フロントのフェンダーが、変わってます。で、今タイヤサイズがこれフロントが285サイズが入ってるんですけど、通常リアのサイズなんですが、フロントにリアのサイズを入れられるようにフェンダーを作ってます。で、このフェンダーがリアのフェンダーの幅と同じぐらいになってますので、車検時に記載の変更等が必要なくリアのタイヤを入れられると。で、なんでそういうことをするかっていうとですね、四駆なんでフロントに285入れると走行性能がかなり上がりますので、で、大人な GTR と街を乗れる GTR というところをコンセプトに作ってるんですけれども、走行性能はやっぱり落としたくないと、上げたいというところでこの自然な流れのフロントフェンダーを作ったということですね。サイドステップもですね、フロントのリップスポイラーをカーボンで作ったので、サイドも、取り替えるタイプでカーボンタイプのサイドステップを、作っています。コンセプト的にはやはりその街で乗るためにやってるので、大きな羽と翼端形状とかはやめてですね、シンプルなデザインにして、まとまりを見せてるというところですかね。で、リアのフェンダー等は普通にノーマルの状態で、ここにカバーがいるんですけれども、これ純正にカーボンのカバーをつけています。これで前から後ろまで、カーボン製っぽく見えるようになります。ただここをカバーにしているのは、ここの排気ダクトがですね、結構純正でも考えられている形状なので、あえてそこを壊さずカバーにすることで純正の機能を生かしているということですね。 GTR のウイングがですね、非常によくできているので、このウイングをさらに効果的にするために、大きくしてしまうと効きすぎちゃうので、まあ、ガーニーフラップのカーボン製を作ってつけてます。この車はもともと純正のフルチタンマフラーがついてるんですけれども、テール部分が外れるのでそこを外して、うちのチタンカラーのものに変えてます。出たり入ったり、この出ぐずらを調整できるので、まあ、インパクト出すために少し出気味で今設定してますね。もちろん車検は問題ないレベルです。見た目は意外とシンプルな割に、実はタービン交換してまして、コンプレッサーホイールを入れ替えまして、ハイフロー化しているターボがついてます。で、だいたいポッとつけてですね、まあ、燃料はちょっと調整しないといけないんですけれども、セッティングしてだいたい100馬力ぐらいはポンと上がってしまうので、 GTR だと1000馬力とか1400馬力とか出ちゃうような車もあるんですが、ちょっと上げてちょっと乗りたいと、あんまり激しくしたくないと、そういうお客さんにはすごいおすすめなんじゃないかなと思います。春ぐらいに一応リリースを予定しています。 GTR は以上です。